ナティナポーンシナモンベック、ナッツノポーンサイナマンベック級、オラピンサイナマンベックより、開明1972年8月29日体は、大の社会起業家、ココボードの代表、休暇で訪れたクート島にて、ココナッツ農家の労働賃金の低さとココナッツ柄の焼却による大気汚染に課題意識を持つ、解決のために農家から買い取った、 ココナッツ柄を原材料にパーティクルボードを製作する会社を起業農家の貧困と環境問題の解決となるボードの開発にたどり着きココボードを立ち上げた1972年バンコクに生まれる幼少期より稲原の焼却による大気汚染に対して課題意識を抱くブラファユニバーシティ在学中に農家支援のプログラムで農家を訪問し 貧困にあえぐ現状を重くのあたりにする。その経験をきっかけに、大学卒業後2年間にわたり、農家コミュニティ存続のための NGO に所属、ところ調査業務に従事。その後カリフォルニアカレッジオブザアーツに、留学のチャンスを得て、英語とグラフィックデザインの知識を習得する。1997年頃、タイに帰国し、テレビ局に就職。2008年、 タイのクート島を訪問した際、ココナッツ農家の労働賃金の低さに衝撃を受ける。さらに、膨大な量のココナッツ柄が焼却処分されることによる大気汚染にも課題意識を持つ。タイではココナッツ柄や稲藁等の農業廃棄物は焼却処理が通例となっており、その二酸化炭素排出量は年間2700万トンに上る。 オラピンはこの農業廃棄物を活用することで農家の収入を増やし、かつ環境改善にもつなげられると考えた。そこで廃棄物の再資源化を目指した研究開発を行い、2009年にココナッツ柄や稲藁等の農業廃棄物から建材としてのパーティクルボードを製作するココボードを立ち上げた。なお、名前の由来は事業を立ち上げるきっかけとなったココナッツのボードだから。 しかし、ココボードという表記は、同期型描画共有システムとして、すでに登録されていたため、オンを優先し、ココボードとする。また、ココは、OK、OK、という意味も感じらって名付けられた。2011年のタイの洪水で工場が被災した、ことによって継続が困難になったが、農家支援と環境問題解決に対する情熱が尽きることなく、現工場地に移設再建。 その後、2016年よりボードを用いた小物雑貨の独自ブランド、ピースフルを立ち上げる。個人ソーシャルエンタープライズアワード2014座2018グローバルオポチュニティレポートココボード、法人ブリティッシュカウンシルクライメイトチャンピオン2010ファイナリスト、ポストコドロトリーグリーンチャレンジ、ネザーランド2011ありがとうございます。